い、ワンピースが大好きな神ゲス、大変です。今ですね、金曜日なんですよ。3月4日金曜日の2時ぐらいなんですけども、さっきですねちょい見せが出て、それがですねあまりにも衝撃的だったので今緊急で撮影しております。もしかしたらですねもう月曜日以降にこの動画出すと思うので、その続き出てて、もう CP0 とか今話したことの全貌が書かれちゃう可能性もあるんですけど、話したいと思います。というのもですね、今回 CP0 が1ページ目でですね、あのドレイクに言っていた羨ましいよ、この一言ですね、これはですね今まで思っていたその CP0 とか、まあ、海軍とか五老星とか、まあ、いろんな組織図があると思うんですけども、そこに新しい価値観が入ったような、そういう一言だったと思います。またですねそうなってくるといろんな可能性が出てくるんですよね。というところで今回 CP0 とソードの正体ということで話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、結論から言うと CP0 を止めるための組織がソード、そして今 CP0 もソードも麦わらの一味に加担するような動きになってきているという、こういう説ですね。はい、ちょっと話していきたいと思います。CP0 ちょっとおさらいしたいと思うんですけども、 CP0 とはですね正式名称はサイファーポールイージス0ですね。で略称が CP0 ということですね。世界政府の諜報機関サイファーポールの最上級に位置する組織で、世界最強の諜報機関と呼ばれております。まあ、CP9 でもかなり最強というか、諜報分野においてはかなり潜入してましたし、ものすごいですね暗躍組織だったんですけども、それよりも上と言われているものですね。まあ、でもですね私思うんですけど、あの仮面のマハとかいたじゃないですか、こいつですね、それとか他の仮面のやつを見てももうすぐ顔とか出されそうじゃないですか。フッて息吐いたらペロンってめくれるぐらいなんで、本当にね世界最高峰なのかとちょっと疑問が湧くところあるんですけども、一応ワンピースの世界では世界最強の諜報機関と言われてます。世界貴族の直属っていうのがまあ新しいというか独特なところですよね。として動いており、政治的活動に諜報、天竜人の警護などを主な任務としているようです。一方ですね、時に五老星のもっと上からの命令に従い海軍を軽視した行動も行うことから、海軍元帥の杯からは天竜人の傀儡と称され、意味嫌われている一面もありますね。まあルフィ率いる麦わらの一味というのがいて、その敵対勢力、まあいろいろ海軍とか世界政府とかいろいろあると思うんですけど、その中でもなんか異質ですよね。ちょっと浮いてる存在といった感じじゃないでしょうか。で今あの激動の鬼ヶ島でもですね、なんか囲碁みたいなのをやって楽しんでるという一面もあったり、あれは強さゆえの余裕っていう部分でもありますよね。だけどまあ最新話付近ではですね、でんでむしていろいろ命令をされて戸惑ってるようなところも見受けられて、どういう立場なんだろうっていうのがですね今徐々に解き明かされてるという感じですよね。またソードとはですね、海軍の機密特殊部隊ですね、スパイ活動が主な任務と思われるが、詳細は現状不明ということで、本当にほとんど分かってません。隊長がドレイクっていうのが明かされて、まあ、コビーも隊員としていると、まあ、それしか分かってないんですよね。ちなみにですね、そのさっき言った CP0 っていうのはドレイクの正体を知っているようで、ワノ国に百獣海賊団としてですねドレイクがいるのもですね泳がせてたっぽいんですよね。本当は正体を知ってたけども、カイドウとかそういう人たちにはバラさなかったということですね。だからその時はメリットがあると思ってたんでしょうね。でもですね、その後今のジャンプの話なんですけども、ドレイクのですね存在をお前のことを知らないとでも思ったかと言ってましたので、その存在を知っていてなおかつ不都合だから消すっていうことを言って消そうとしてるんですね。果たして CP0 とソードの関係はどういったものなんでしょうか。でこれがですねどういった関係かっていうのが、名前からですねちょっと推測できるんじゃないかなと思うんですね。つまりサイファーポールイージス0なんですけども、 CP9 のように、まあ、サイファーポールの次すぐ数字が来るんじゃなくてイージス0っていうのがなってますよね。でこのイージスっていうのが実はですね AIGIS なんですけども、調べると出てくるんですよね。アイギスというので出てくるんですけども、これがですねギリシャ神話に、まあ、ゼウスおよびアテナの持ち物として現れるヤギ川の盾、ゼウスの盾にはクレタ島で彼の乳母役を務めたヤギアマルティアの皮が張られ、雲を集める希少神として彼の動きを象徴すると、まあいろいろ書いてあるんですけども、つまりギリシャ神話で出てくる神話上の盾なんですよね。武器の盾とも言えるんですよね。そしてソードですね、まあソードはですね分かるように剣ですよね。というところでこの盾と剣というところで密接な関係がですね実はあるんじゃないかとですね、まあこれはちょっと以前からですね話したこともあるかと思うんですけど、この世界政府内でも、まあ、さっき言ったように CP0 っていうのは浮いてますので、内部からですね止めようとしてる組織っていうのがその中で生まれてたんじゃないかなと思うんですよ。つまり海軍本部の中で CP0 はなんかおかしい動きをしてるぞっていう一部の人間たちがその盾に立ち向かうために、まあ抵抗勢力として作られたのがソードと、こういう可能性があるんじゃないか
かなと思ってたんですよね。まあドフラミンゴで言うと、まあドフラミンゴっていうのはすごい危険な人物で、ロシナンテがずっとそばにいて悪さをしないか見張ってたわけなんですよね。ああいった感じで海軍本部でも CP0 がいて、なんか悪いことをしそうだから表立っては組めないけども、まあ、CP0 にもまあその存在は知ってるけども本当の目的は知られてないソードという組織を作って、まあソードはスパイ活動をしますよっていう名目で作ってるけど、実は本当の目的としては CP0 を見張るという、そういう役割の組織として誕生したのがソードなんじゃないかなと思ってたんですよね。でもしこうなってくるとですね、あの赤犬のタトゥーって皆さんご存知ですかね。扉絵で一コマだけですね、腕にですね剣が描かれたことがあるんですよね。なのでもしかしたら隊長よりもですね上の存在というか、まあ大目付けみたいな感じで、赤犬はですね、まあ僕らは今すごいですね狂気的な正義を掲げたやつだと思ってるんですけども、そうではなくて、赤犬は赤犬でいろいろ考えてて、冒頭でも言ったように、まあ、CP0 をですね、まあ意味嫌ってる、天竜人の傀儡と言ってたぐらいですので、実は何かするんじゃないかとどこかで危惧してて、赤犬主導でソードが作られたと。で隊長にドレークを命じて媚びを入れさせて、赤犬は赤犬でひっそりとそれを見守ってると、大目付け的存在で公にはそこには属してないということで見張ってるという可能性もあるんじゃないでしょうかね。で最新話のちょい見せに戻るんですけども、この羨ましいよ発言ですね、これって本心では自分の正義に進みたいと思っていると言えると思うんですよね。つまり今は天竜人に仕えてはいるけど、半ば強制的に仕えさせられているとか、代々天竜人に仕えるような家系で、今描写されているその CP0 たちは実はもう世界政府の闇とかに全部気づいてて、良くないことだと分かって今行動していると、そういう可能性もあるんじゃないでしょうか。でこうなってくるとですね、現状っていうのは CP0 的なんですけど、今後ですねこちら側に寝返る可能性っていうのは高くなるんじゃないかなと思うんですよね。ソードが CP0 を止める状況が来るというふうにですね思ってたんですけども、まあ、ドレイクがですねルフィにかけた以上、まあ、ソードもルフィ側に行く可能性ありますよね。そして天竜人からも本当はですね逃げたい、自分の正義があってそっちに進みたいと CP0 が思っているならば、もう一緒に戦うことになるという可能性も出てきたわけなんですよね。なのでラストバトルとしてはもうイム様とか本当に五老星レベル VS、まあ、ソード率いるも海軍全体もルフィ側に行くと、 CP0 もルフィ側としてそっちと戦うという、そういう大きな勢力と一緒に、まあ、世界をひっくり返す、世界をひっくり返すのは海賊かなと思いきや、まあ、世界政府の闇を知っているみんなでひっくり返すという構図ですね。こういうことがありえるんじゃないでしょうか。またですねちょっと余談なんですけども、 CP0 のメンバーですね、 CP9 組、まあ、カクとかルッチ以外なんですけども、最近ですねマハという名前の人物、まあ、名前が明らかになりましたよね。でこのマハっていうのをですね調べてみると、ヒンドゥー教の神様のシバー神の異名でもあるらしいんですよね。マハーデーバとかですね、マハーシュバラというのがあって、偉大な王、偉大な神という名前なんですけども、まあ、偉大なという語源があるんじゃないかと、まあ、読めるんですけども、なんでですね CP0 にそういう名前がついてるかなんですよね。こう思ったんですけど、天竜人っていうのはですね800年前に世界政府を創造したですね、まあ、聖地マリージョアに移り込んだ、まあ、20人の王たち、アラバスタのネフェルタル家っていうのは、まあ、移住を拒否したので、正確には19人の王たちなんですけども、まあ、その末裔の一族が天竜人なんですけども、実はその19の王家たちだけがですね重要な一族ではなくて、さらにですねその一族の中に側近ですよね、そういう家系たちがいたんじゃないかなと思うんですよ。つまりですねそこの王にも、まあ、家来のようなものがいて、褒美のようなものが与えられたりですね、世界政府を創造できたのはお前たちのおかげでもあると、お前にこの名前を授けようみたいな感じで、まあ、地位を約束されて、生まれた一人が今回出てきたマハ家という、そういうことがあったんじゃないでしょうか。なので、まあ、ドンキホーテ家とかたくさんいるんでしょうけど、その一つ一つの王にももちろん側近がいたと思いますので、そこの側近たちにもある程度の地位を約束されてて、天竜人の仲間みたいな、直属の家来みたいなもので、そういった、まあ、マハ家とか他の人たちも実はそういう偉大なみたいな感じの名前が付けられてる可能性もあるんじゃないでしょうかね。でもまあ時が経ってですね、あれから800年経ってますので、運命のように、まあ、家系としてですねずっと従ってるんですけども、今生きてる CP0 たちっていうのはですね、実は自分の正義でもう動きたくなってると、そんな800年前のねことは知らないよと、もう世界の闇も知って、やっぱお前たちが本当は悪いじゃないかと、今泣く泣く従ってるけども、実はね、まあ、反抗心があって転覆させたいんだと思ってたらですね、さっき言ったようにルフィ側にいずれついてですね戦う未来というのもあるんじゃないでしょうかね。はい、もうちょい見せだけで毎回もう面白いですね。はい、もう1042話がですねこの時点でもう出てると思いますので、まあ、もしかしたら CP0 とかソードについて、まあ、続きが書かれてる可能性もあると思うんですけども、まあ、ちょい見せ1ページ目で分かったことをちょっと話してみました。皆さんが思う CP0 と
ソードの正体考察ですね、ありましたらぜひコメント欄に書いていってください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルではですね、ワンピースの最新話の考察、感想、伏線などを話しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。あとですね、これからですね、動画内でまあワンピースのキャラクターとかですね、ワンピースにまつわるイラストっていうのをたくさん載せた方が見てる方が楽しいかなと思いますので、もしですね、皆さんの中で、まあ、ワンピースのファンアート書いてるよっていう方がいて、スーパー紙機関でね、使っていいよっていう方がいたらですね、まあ新たにこれを書いてくださいっていう依頼は私しませんので、もう今書いてあるやつですね、ツイッターに自分載せてるんで、クレジットで名前とかですね、明記してもらえれば載せていいよっていう方がいらっしゃったらですね、連絡いただけないでしょうか。もう全然お金とか発生しないので、本当にもう今まで書いたやつで自由に使っていいよっていう方だけ、ご連絡いただければなと思います。よろしくお願いします。じゃあね。